はい、それではその他の検証結果説明していきたいと思います。まずはパペドリダスタナ AFT の効果なんですが、こちらはですね、オーバーロードの発生確率を低くする、効果がついているんですが、その性能はですね、-10%、確率が -10% のボーナスを得るということが分かりました。ただしこのボーナスはですね、オーバーロード発生の確率を、補正するだけであって、マニューバーの付加値自体には影響しません。パネル見て説明しますと、ご覧のようにオーバーロード発生確率の 0% の枠が、ラインが右にスライドされるというような、こんなイメージになりますね。オーバーロード発生確率が単純に低くなるだけで、マニューバーの累積付加値や、付加値等には一切影響しないということが分かりました。実際もうちょっと性能がいいかと思っていただけに残念ですね。そしてですね、続きまして、その AF 関連に関することで、ちょっと AF 一覧をご覧いただきたいと思うんですが、性能関係で、ステータスのブースト分だけちょっと拾い上げております。これ一覧にしてご覧いただくとわかりますが、まあ、DEX は命中を上げるために多少多めに、なっているのはわかるんですが、カルマやマインドがブーストされているのが今まで、謎だったんですね。なんでそんなことする必要があるんだって、からくり師の間では謎だったんですが、今までやってきた検証の中で、まあ、そのカルマとかマインドに、リンクした属性の、マニューバーの付加値が、軽減されるボーナスが得られるという、そのためのブーストだったということが判明しました。これによって、謎の一端が少しだけ解明されたのじゃないかなとは思います。さて続きましては、オーバードライブの影響力ですね。2時間アビのオーバードライブですが、まあ、ヘイスト効果とか、いろんなものに耐性を得るみたいな、そういう、効果は分かっていたんですが、オーバーロードに関係するものは、以下の3点ですね。マニューバによる付加値は変わらない、累積付加値に変動なし、累積付加値の減衰量も変わらない、という感じで、オーバーロード関連に関しましては本当にオーバーロードしなくなるっていう、リミッターがかかるだけで、その他ボーナスを得ることは全くないことが分かってしまいました。これはちょっと非常に残念な結果でしたね。何かしらボーナスを得ると期待していたんですが、全くありませんでした。さて続きましては、アタッチメントのヒートシンクの性能を検証しました。このアタッチメント、このマニューバーに対する、オーバーロード発生確率を軽減するという性能なんですが、それがどれくらいか、これ水マニューバー入れると性能引き出されるんですが、その水マニューバーなしの状態では、0.81 倍、約48秒の付加値になり、水マニューバー入れて、性能を引き出すと約 0.035 倍、ほとんど付加値がゼロに近くなります。炎マニューバーに対してのみですが、それマニューバー回しをちょっとイメージとしてご覧いただくと、水、炎、炎、炎、水、炎、炎、炎という、そんな順番に回していけば、水マニューバーをブーストしていた時のみですが、オーバーロードすることはほぼありません。まあ、こんなマニューバー回しを使うことは、まあ、ほぼないんですが、瞬間的に何か性能を引き出すときはこういうやり方もできるということです。次にアタッチメント T プロセッサーによる影響も調べてみました。T プロセッサー自体の性能は謎なんですが、状況判断が早くなる代わりにオーバーロードしやすくなるというその説明文から、オーバーロードの発生確率がどれぐらい高くなるか、こちら氷マニューバーを入れると性能を引き出されるんですが、マニューバー入れないときは 1.17 倍、
氷マニューバー入れると 1.328 倍に跳ね上がりますね。69秒と78秒ということで、普通のマニューバー回ししていたら、このアタッチメントをつけているときはオーバーロード、しまくりという感じですね。そこでイントブーストして氷マニューバーの負荷値を減らす方法をとってみますと、デフォルトの59秒に、T プロセッサーの、増加分 1.33 倍かけて、それにブースト分の 0.69 倍を掛け合わせると最終的に 54.2 秒、こちらが、1マニューバーによる負荷値となりますので、1分おきにマニューバーを入れていく普通のマニューバー回しでも、このアタッチメントの性能を引き出せるということがよくわかります。これによって、まあ、なんかいろいろ実験する方が増えてくれればいいかなと思っております。さあ、それでは最後に射撃マトンの戦闘の様子を見ながら、ちょっと総括していこうかなと思います。パネルの方はちょっと、必要な部分だけ表示して、右側の方に、寄せて表示しております。各ステータスボーナスみたいなのを白い文字で右下に表示しております。でですね、総括オーバーロードに関しての総括なんですが、こちら一言で言うと、オーバーロードという仕様は意味がなかったという、私なりの結論ですね。全く意味ないですね、このオーバーロードという仕様は。まあ、マトンを呼び出した直後に負荷値がかかるということで、マニューバー入れられないオーバーロードの状態に、するのは、まあ、構わないかなとは思いますが、実際マトンの性能を引き出すためにマニューバー回してる、回して、オーバーロードをするかしないかの、そこら辺の駆け引きをするゲーム性、については全く意味がないです。この現状意味がない、その理由はですね、まあ、からくり師をやってる方はわかると思うんですが、実際にマトンの性能を引き出すためのマニューバー回しというのは、同じマニューバーを重ね書きするようなことっていうのは、そういうシチュエーションはほぼないんですよね。炎マニューバー系でアタッチメントの性能を引き出して攻撃力を上げることは、あるんですが、まあ、その炎マニューバーで攻撃力を上げただけでは命中が足りておらず、ちょっと強い敵に対してはもうほとんど攻撃が当たらなくなっていくんですね。ですのでマトンの命中率を上げるためには、まあ近接攻撃は雷マニューバーで、射撃などの遠隔は風マニューバーで、魔法などの命中を上げるためには氷マニューバーでというような、そういう命中アップを引き出すためのマニューバー回しっていうのが迫られるので、本当にマトンの性能を限界まで引き出そうとしていくと、バランスよく違うマニューバーを3つ入れていくことになるんですね。ですので攻撃力を上げるために炎マニューバーを3つ重ね掛けするとか、そういうナンセンスなマニューバー回しをの仕方はカラクリ氏は行いません。実際ゲームのそこら辺のステータス設定が、